ダーツショット。ダーツショットはダウンスイングで、グリップエンドをクラブヘッドの最下点に向けて行います。クラブのグリップ部分を、矢としてイメージし、クラブヘッドの最下点をダーツの的の中心部分とするのです。ダウンスイングで腰が回転したら、クラブヘッドの最下点の的に向けて、グリップエンドの矢を放つようにします。矢はすぐに放ってはいけません。できるだけ的を狙ってギリギリで放つのです。この動作により、クラブシャフトはインパクトでくるっと回転して、精度の高いショットが打てるようになります。これはバトントワリングの、バトンの回転に似ています。ダーツショットの習得。ダーツショットを習得するには、まずトップポジションでグリップエンドの方向を確認しましょう。シャフトが地面に対して斜めでも、垂直に近い場合でも、グリップエンドはボールの飛球後方線上を指すようにします。次に両手首の形です。右手はダーツの矢を握ったイメージです。ダーツのイメージで、親指とその他の指を使ってグリップを矢のように支えます。手首は甲側に折れています。ご自身の右手首が甲側に、しっかりと折った形を記憶しましょう。左手首は右手首の形に合うように、甲が平らか手のひら側に少し曲がるようにします。いずれにしても両手の間隔は狭めて、一体感を出すようにします。ダウンスイングが開始したら、ボールの飛球後方線上をグリップエンドが移動します。この時グリップエンドがすでにクラブヘッドの最下点、またはボールより目標方向を指していては、的に向けて矢を放つことはできません。これはダーツショットを実行していないスイングになります。ダーツショットを実行しているスイングは、腰と上半身が回転し、両手首がクラブヘッドの最下点に近くなるまで、両手首の形が変わらないように我慢します。ダーツショットはトップポジションの両手首の形を維持してダウンスイングを行いますが、この動作の習得が一番難しいでしょう。ボールを打ちに行くと手首の解放が早めに始まってしまいます。あくまでもダーツをやっているように想像してください。ボールを打ちに行かなくても、グリップエンドの矢を放てば、必ずナイスショットになります。クラブヘッドの最下点の位置。クラブヘッドの最下点になる的は、クラブによって変わります。基本的にアイアンの場合はボールより目標方向に3センチメートル前。ウッド系クラブの場合はボールの真下あたり。ドライバーではボールの少し後方になります。また、標的となる的の位置はスイングのタイプやショットの種類によって変わりますから。練習を繰り返して、ショットごとの最適な的の位置を見つけましょう。ショットの打ち分け方。まっすぐなボールのストレートショットが基本になります。ストレートショットが打てるようになったら、ドロー、フェードの打ち分けも簡単にできるようになります。また、練習過程でドロー系またはフェード系の球筋が持ち球になってきたら、アドレスのスタンス、ボールの位置、クラブフェースの向き、腕の振り方など、次の球筋の解説からヒントを得てストレート、または持ち球とは逆の球筋を練習すると良いでしょう。ストレートショット。基本的にスタンスはスクエアで、リーディングエッジも目標線に対してスクエアにします。スイング中の両腕は目標線に対して平行に振るイメージです。ドローショット。基本的にスタンスは少しクローズで、リーディングエッジは目標線に対して少し右向きになります。スイング中の両腕は目標線に対してインサイドアウトに振るイメージです。この時、クラブヘッドの軌道がリーディングエッジの向きよりも、目標線に対して右になることが重要です。フェードショット。基本的にスタンスは少しオープンで、リーディングエッジは目標線に対して少し左向きになります。スイング中の両腕は目標線に対してアウトサイドインに振るイメージです。この時、クラブヘッドの軌道がリーディングエッジの向きよりも、目標線に対して左になることが重要です。